今回は、両親の貯金に手を出して怒られてしまった、ニートの一致の話を紹介するよ。ニート Y38 歳。両親の貯金に手を出してしまいブチギレ。両親の貯金を少しずつこっそり使ってたらバレてブチギレられてる。老後、二人で旅行するための資金だったらしい。なんで勝手に使ってんだよ。使い道は？ゲームしてて課金しようとして使った。クレカは使えないようにされてたんや。クレカもダメやろ。自分で働いた金で課金しろよ。38歳ニートで働くのはもう無理だと思ってる。スマホゲーとネトゲくらいしか楽しみがないし、ゲーム内で課金するとプレイ時間も Y の方が長いから権威を保ちやすいんだよな。ネトゲで俺プレイしてたら余計に社会復帰できなくなるじゃん。ああ、ネトゲでキッズだと思ってたらおっさんなことがあるからな。38歳で廃課金とかやばいだろ。親の反応は？さっき書いた通りでブチギレ。いい加減にしろって二人に言われた。マクマはかばってくれることも多いけど今回は頭にきてるっぽい。そや老後のお金を無駄な課金ゲーに使われたらそうなるやろ。ガチャとか回しまくるやつの気が知れんわ。高校生とかならまだわかるけど大人がやるか？でも無職なのに課金してるやつって結構いると思うぞ。リアルでうまくいかないからってネットの中で強がるなよ。お前らジェイミンと一緒やん、仲間やな。まあジェイミンに無職は多いし、察し。同族犬をしてるだけで、実は仲良し。返せって言われたけどすぐに返せる金額じゃない。消費者金融があるじゃん。さっさと甘るむしてこい。あれ、無職でも借りれるんだっけ？消費者金融は正規正規。サラ金に手を出してでも返すしかないよな。むしろパッパがエッチをサラ金に連れてってお金出させたらよかったのに。いくらくらい使い込んだの？10万は超えてる。クソだな。そのくらい日雇いで返せよ。働いたら許してくれるんじゃね？30代くらいで子供に金を持ってかれるのと、60代70代じゃその重みが違うんだよな。それに30代の頃は子も小学生だろ。60代70代じゃ子が30代だからそりゃ違う。盗まれたこともそうだけど、そんなことを大人になった息子がしてることに怒りを覚えそう。ネトゲやスマホ課金ゲーをしてることは親も知ってた。前にネットを使えなくされて大暴れしたことがあって、それからは放置されてた。これだから無敵の人は困る。家の中で暴れるって迷惑だよな。こういうのって施設っていうか追い出し屋っていうんか？あれを呼ぶしかないよな。こういうの見てるとやっぱり戸塚系に放り込むしかないと思う。だよな。ゲーム奪いとか回線切れとか簡単に言えるけど、親が実行して仕返しされたら困るし。実際事件もあるもんな。親に同行はしてないぞ。ただ、あれこれ放り投げただけ。それを危害を加えるって言うんだよ。20代、30代の息子が物放り投げてきたら恐怖だろ。うちの親戚の兄ちゃんもニートしてるんだけどさ。回線使えなくすると不時故るらしい。そういうのって手をつけられないな。男のニートが多い理由ってやっぱり女だと暴れても大したことないし、追い出されたりしやすいからなんかな。女は結婚できるからええやん。家事や介護をしてるケースもあるだろうしな。男がニートになりやすいのは昔からやろ。無駄にプライドが高いし、女の方がブランクがあってもパートしやすい。それ不公平だよな。育児してたらブランクがあっても OK みたいなの。育児はコミュ力も必要だからな。結構な重労働やし。で、リッチはいつ金を返すんだよ。さっさと働いてこいよ。働くのは無理やし消費者金融も怖いんや。だから謝って許してもらえんかと思ってる。謝ったら許されるような年齢をとっくに超えてると悟るべき。それな、どう考えても無理でくさ。普通は返すだけじゃなくて少し色をつけて返すよな。それどころか一致は一部しか返せなさそう。ネトゲなら RMT すれば返せるやろ。金になりそうなものもあればならなさそうなものも多い。いずれにせよ積んでる。返せないなら出てけ、とか言われてないのかよ。出てけどうのってより、もう口を聞いてくれてない。二人でブチギレてから部屋に閉じこもって出てこない。Y も部屋に閉じこもってる。さ、逃げてばっかりじゃ解決にならんぞ。嫌なことからすぐ逃げる癖があるようだな。謝って、働き始めることを親が望んでる可能性だってある。ネトゲ立つとか金を返す以外にもなんかあるやろ。ゲームをやめたら Y には何も残らんのや。すでに何もないのに何言ってんの。依存症みたいな感じやな。親不幸すぎる。Y も親のことは放っておいてるけど、働いてるだけマシだと思えた。子供が自立してるなら親としては文句ないやろ。ようやっとる。3月。リッチみたいにはなりたくないな。20代で踏み外すと簡単にこうなるからお前らも気をつけるんやぞ。Y も一時期不登校だったし危なかったわ。高校大学くらいでつまずくと積むよな。数日後に追い出されてそう。しばらくネットなしで過ごしてみればいいのに。土下座して謝罪して、消費者金融行ってこい。さっさと金返せよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート166人が設立した会社、ニート株式会社の現在、21日放送の月曜から夜更かしで、ニートが設立した会社のその後を追った。
番組では予想外の結末について調査した件と題して、ニートの会社を取り上げた。2013年、ニート166人が、1人6000円ずつ出資して設立したという、ニート株式会社。全員が取締役で上下関係もなく、出勤時間も決めない自由な会社として、若者の間で話題を呼んだという、ニート株式会社は、現在どうなっているのか。番組は取締役の一人、中陽介氏に話を聞いた。ニートドリンクっていう飲んだら脱力して、リラックスできるっていうテーマのドリンクを開発していた。のだそうだが、ちょっとお金をどうやって用意したらいいかっていうのが、目処が立たずに止まっちゃっている状態なんですよね。と語った。その他、可愛い女の子の部屋の空気を集めて売ったら、売れるんじゃないか。という企画も持ち上がったそうだが、ニートだから知識がなくて、どうやって空気を入れて製品化したらいいか、わからないんじゃないですか？と言い、現在企画は止まっている状態だそうだ。ニートは何もできんからニートなんや。働かないんじゃなくて働けないんやで。まとめて派遣に登録した方がいいんじゃね？ニートが6000円騙し取られただけちゃうんか。詐欺かな。6000円で働いた気になれたからええやん。キッザニアより安い安い。職歴欄にニート株式会社って書けるじゃん。上下関係ないって要は誰も責任持たないってことだからな。すまん。めちゃくちゃ草葉ゆる。残念でもないし当然、ニートらしい末路とも言える。ちゃんとニートしてるな。やらないじゃなくてできないってことが証明されたわけか。ドリンクメーカーじゃないからお金の用意の仕方もわからん。ニートだから空気を売る方法もわからん。結局会社がどうなっとるかもわからん。仮に動ける有能が一人で稼いだら、平等に配分されてそいつブチギレして終わりやったし、ええんちゃうか。素人笑い物にする番組か。お前らほんと好きだよな。初期リーダーのニートが金の大半を持ち逃げ。残ったリーダー格のニートがあれやこれや企画立ててるけどどれも実らずこいつも飛びそう。ニートの時点で世間から笑われてるからセーフ。上下関係にやたらこだわっててプライドの塊だからニートなんだろうな。ニートらしい末路と言える。可愛い女の子の部屋の空気早くしろよ。ニートやししゃあない。話題になれた分儲け儲け。ゲームを作る部門もあったけどどうなっとるんやろな。二進数すら理解できてないのに無理やろ。166人もおるなら数人くらい働き者いそうや。スマホゲーが一番現実的やで。ニートらしい計画性のなさ。金持ち逃げされてそうなもんやけどな。何税でもいかにもニートのやつは攻撃性が強かったり、冗談みたいな内容を本気でレスしてたりするからね。みんな実家に帰省してるやろうから逃げようがないんやろ。止まってばっかりで草。これリーダー一人の方がまともな企画実現できるんとちゃうか。初期リーダーだけ言うのう。ニートは月数万与えて引きこもらせておくのがベストやろ。社会に出す方が損失多い。まあ仮にここからアイデア出せてどうしたらいいか見えるやつおったら、絶対一人でやった方がええに決まっとるわな。真の敵は無能な味方やな。一応ホームページとかあるんやな。面白そうなことしてるわけでもないし何がしたいんやろ。人の上に立つ者がいなきゃ世の中成り立たないんやね。コツペだけど、これに近いものを感じるわ。嫁がおらんから嫁を50された気持ちはわからんけど、女でもないから嫁の気持ちもわからんわ。弁護士でもないからわからん。これほんとすこ。若新雄純ってやつはどこに消えたん？せや、ガチニートで何年も引きこもってる連中はやたら攻撃的なんやな。健忘無職が良い例やな。自分の置かれてる環境境遇は全部他人のせいや。仕事できる人間ならニートやってないわな。くさ。まあただのコミュニティだとしたらええんちゃう？似たような境遇だから話も弾むだろう。ニートはできるだけ長く親に養ってもらった後、刑務所かナマポ。このパターンが一番の社会貢献。ゲームに打ち込んで e スポーツで世界を取るとかやってみろや。さっきのコツペスコ。案が浮かんでも、実際のアクションにつなげられないニートらしい最後。そもそも働いてる時点で矛盾してるやん。現在リーダー格のやつは微妙だもんな。ワイも社会貢献するで。集めた100万で宝くじ買うのが現実的だな。極限まで浅い発言って一見すると深く見えるよな。上下関係がない？中陽介のツイッター。ニート株式会社の代表取締役。有り余る時間を使ってみんなと一緒に遊んだり、みんなの代わりに遊んでおくことを主な活動としています。ダメそう。偽名臭い名前やな。みんなの代わりに遊んでおく。どういうことやこれ集めた金で遊ぶってことか？肉付けしようがどんだけでもあるということでもあるからね。ガチで横領とか詐欺に当たる案件やんけ。壁殴り代行みたいなもんやろ。アリア8では怠け者だけ分離すると一定数働き始めるけど、人間はそうならなかったね。がっかり。ニコニコのリアル猫集め生放送の主催は、この会社らしいな。真面目な事業やなくておもころみたいな路線ならいけるかもな。あれ自体意味のある行動らしいけどな。ニートには無意味やけど。ここからニートの中で格差ができちゃうんだよな。
立ち上げたのってうさんくさいコンサルみたいなやつやったろ。まあ出身の人が頑張ってた気がする。あの人はなんとなく成功しそうな匂いがする。で、頭角表したニートだけが引き抜かれるんだろ。この会社は目的がなく、ただニートが集まっているだけなの？事業内容がよくわからない。いくらなんでも出資額少なすぎやろ。もうちょい自己資本があれば、雇用の創出って方向から政策金融公庫に、低金利&ガバガバ審査で借りられるのにさ、金集める方法がわからないっていうより、面倒だから動きたくないってだけな感じがするわ。何をする会社なのかさっぱりわからん。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。画像あり、ニートだけど暇すぎてアヒルを一日中ストーカーしてたらもうこんな時間、昼前から追いかけ始めて、ずっとアヒルの後を追ってたら、夜になってた。わろた。これスマホで撮ってる？めちゃくちゃ綺麗なんだが。最近のスマホはこれより綺麗に撮れるよ。田舎かな？ええなぁ。こういう一日もあってええやろ。ニートは嫌いだけど、これはいい。アヒルかわよ。本当に朝から夜になってて草。何してんだよ。ほのぼのとしてるなぁ。アヒル、何してんだよ。どこかに案内してくれそう。アヒルでも毎日頑張って歩いてるのにニートは何してんだよ。アヒルかわいいな、アヒル。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートの友達が毎週6時間かけて徒歩で会いに来る。少し怖くなってくる。お前だけが生きる理由なんだ許せ。片道6時間かかるから2時間くらいしかいないけど、それでも会いたいという。金せびられないだけいいな。俺から無理やりおごることはあるけど、金貸してとか一切ないね。自転車を勧めろ。この行事が始まって1週間くらいした時に自転車がパンクした。自転車も耐えられなかったようだ。健康的だな。あとは職さえあれば良いのにな。新入社員で入ったところがブラックで、もう正社員働くのが怖いみたいだわ。繁忙期は19時間勤務とか聞いた時は驚いた。この前までは契約で働いていたけど任期満了で今無職。もしかして山の上に家あんの？金をなるべく使いたくないから行動は全て徒歩らしい。ブラック企業で疲弊してブラックフレンドが心の支えとはやりきれない。俺がブラックなのはペニマルだけだから。中古の自転車買ってやれよ。なんだかんだプライドあるからな。勤め先ないなら俺の勤めてる会社で働かないか聞いたんだけど、自分で探すっていうし。ただこの頃異常行動を起こし始めて怖い。プライド高いやつ崩れると一気に崩れるから、いろいろ心配してやれ。2時間も店内にいる中へね。居座る代わりに毎週土曜日に一人で行って、2000円分くらい買ってんだから許してよ。友情と思ってるのはお前だけかもな。男同士だぞ。ああ。この異常行動が勝ちたくてすれ立てたんだが、毎週日曜日に会ってるわけよ。それが先々週会ったらさ、火曜日会う約束したのになんで来なかったのって怒ってるんだ。でも、俺は火曜日会う約束なんてしてないし、そもそも火曜日は仕事だからそんな約束するはずないんだよ。それを言ったら、あ、そうか仕事だよね。俺の勘違いだったってシュンとしてさ、さすがに怖い。糖質っぽい。今日それの真意を聞いてやれ。ゴールデンウィークだから明日会う。土日以外に会えるから子供のように喜んでた。病院連れてけ。インフルエンザの時も家で自力で治そうとしてたからどうかな。お前が払ってやれ。まあ、そうだな。払うわ。完全にあっちじゃねそれ。そいつの友達にあっち系が多いから正直言うと少し疑ってはいる。かくってるわそれ。覚醒だろ。往復6時間だよな。前述の通り片道6時間だ。マジか、じゃり買ってやれよ。だんだん足がムキムキになって逃げられなくなるな。学生時代登山部で大会にも出てたくらいだから最初から逃げられない。こえー、引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方、スペインの若者、ほぼ半数が無職。スペインの総選挙は、ラホイ首相率いる国民党の優勢が伝えられていますが、若者の失業率が深刻で、ほぼ半数が無職だということです。そんなヤバかったんかスペイン。夢も希望もないやん。なんでなん？半数は働いてんの？逆に気楽定期。イタリアとイギリスもニート増えまくってヤバいらしい。イギリスはニート100万人突破ってニュースやってた。ヨーロッパ終わりやね。なんでそんな明るいねん。日本まだ良い方やん。ヨーロッパの経済はもうボロボロ。めでたそうでくさ。ニート世界中で増えすぎやろ。何が原因なんや。仕事に人必要なくなってるからね。しょうがないね。機械か。格差？イギリスも地方によっては失業率 40% 超えてるっていうし。みんなで無職なら怖くないぞ。豊かな国から工場勤務などの中産階級の仕事がなくなってるから。無職なのになんで生計立ててるんだ。仕事がないからね。しょうがないね。女性の社会進出のせい。ネットでできることが増えて暇つぶしできるからね。しょうがないね。スペインの産業ってなんや。チュッパチャップスしか知らん。ブリカスは生活保護がアホみたいに高待遇だから、それでやぞ。何税民に比べや就職率高いだろ。スペインは親族の家に行けば面倒見てくれるんだってよ。
世帯が家族じゃなくて親族みたいなもんで、誰かが働いてたら飯を食える。ろくな産業なくね、スペイン。当分やろな。そういえばスペインのニートは美術館行くってニュースでやってたな。ここは無料だから暇つぶしできるんだ。って若者が言ってた。資本主義の結果。日本は本人のやる気ないやつがニートだよな。シエスタとかいうお昼寝タイムあるのが羨ましい。安い労働力を目当てに移民大量受け入れした。まあな。一番作るの楽なオリーブ畑ばっからしい。うわぁ、サッカーしよう。スペインとイタリアってヤバそうやな。スペインは結構ひどいけど、ドイツですら若年失業率 6.4%。 ちなみに日本は 6.3%。 先進国に生まれたんやから諦めろ。政治家のせいにするやつは頭悪すぎ。ヨーロッパみんな無職だから怖くないんを。日本就活失敗した自丸するんを。前にどっかのスレでやってた。ヨーロッパは休みが多いから社畜社会の日本もヨーロッパに追従すべきって言ってたやつ。このスレには現れんのかな。100万人突破記念に石でも配るんかな。せやな。日本の場合は完全に中国とか東南アジアの発展やね。イギリス仕事ないんをでもするんをってでもやってたな。いつだかスペインの働きたくても働けない人やリストラされた無職と日本の働きたくないニートは違う定義。イギリスの100万突破はソシャゲの DL 数みたいな言い方で草。こういう奴らと比べて日本は働きすぎブラックとか言われてるってマジ。でも日本の働きたくないニートの方が闇が深いやろ。そいつら協力すれば労の数多いし政治は奴れるな。正社員になるよりニートでどうにかするようにした方が良さそうやな。スペインってお金持ちなん。ググったら2012年にはすでに100万人突破してるな。せやろ。増えまくってるらしいでイギリスニート。国家は破綻寸前。ギリシャの次に危ない国の一つって言われてた。イギリスってニート応援会外やな。そもそもニートって言葉はイギリス発だった気がする。間違ってたらすまんな。ワイも働きたくないんを。働かなくても生きていけるとして働くか。親世代が頑張りすぎた結果やで。現実逃避のためにサッカー見とるんやな。そもそもニートって言葉はイギリス発祥や。はい。100万人記念で革命起こりそう。スペイン。土日はどの店どの企業も休み。昼13時から15時までシエスタでお昼寝。そらグローバル社会には勝てんわ。ワイもシエスタするんを。なんやワイはマジョリティだったんか。ヘラヘラしてるけど実際どうなるやろな。そういう若者が巨万の富を築けるかもしれないという夢を見てるというのもあんのやろな。100万突破はウキウキで草。半分が無職ってなんじゃいの。無職率より高そうやな。ギリシャみたいに申告してない売上や利益なんかな。何か日本とは違った闇を感じる。日本は娯楽が豊富だからニートでも楽しいけど、 EU ニートとか悲壮感しかないイメージ。バンク社の特集でスペインニートは美術館無料巡りしてて楽しそうやったで。日本の方が絶望感高そうだよな。仕事がなくて移民も買えるレベルやぞ。羨ましいんごねえ。日本もしっかりカウントしたらどのくらいになるんやろな。ハロは言ってるのしかカウントしてないんやろ。嬉しいな仲間がたくさん。ワイはお土産買うのにシエスタでめちゃひどい目にあったわ。12時から16時までお昼寝する国民がマジで地球上にいるとは思わなかった。経済そんな悪くないんやろ。美術館が無料なんて文化のある国はええな。スペイン人も日本の労働環境のひどさならその働きたくないニートになってるだろ。日本人はまだ基本的な常識があるからな。イギリスとか無人の高級住宅見つけて住み着いたりしてるし根本的に頭がおかしい。しかも勝手にシェアとかしてて草生える。親近感湧くわ。スペインって沖縄と似てるな。というか南国気質ってどこも一緒か。イタリアも無職だらけ、イギリスも無職多め。どこの国も問題抱えとるんやな。日本も高齢化問題抱えとるし問題抱えてない国ってないんか。イギリスニート、暴動を起こす。日本ニート、おとなしい。日本ってやっぱ平和だわ。声も上げられない雑魚なんじゃないですかね。代わりにこのスレにもおるようにネットで暴れるからね。世界のニート人口、かっこ割合。1位トルコ 36.6%、 2位イスラエル 27.4%、 3位メキシコ 24.4%、 4位スペイン 23.7%、 5位イタリア 23.0%、 6位アイルランド 21.0%、 7位韓国 19.2%、 8位エストニア 19.1%、 9位ハンガリー 18.9%、 日本は 9.9% の30位。日本はハロは言ってるとカウントされないから震え声。ニートの読解力のレベル別割合。日本のニートは優秀なんだよな。さ、外国の識字率低いの絶対移民難民やろ。日本のニートは大学出てたりするからな。働かないなら何の意味もないやんけ。単純に移民の比率の問題やろこれは。若者の10人に1人はニートなんか。元気出てきたわ。優秀なニートってなんだよ。哲学。企業人手奴隷が足りない。若者まともな職がない。
これもあるよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。